スッキリは2006年4月3日から日本テレビ系列で生放送されている朝のワイドショー情報番組ステレオ放送2017年9月29日までの番組名はスッキリ公式サイトでは本番組を情報バラエティと位置づけている VTR 出演の人名表記は他番組とは異なり文化人でも継承略で表記されることがある 初回放送日は当時ステーブレレスで本番組に接続していたズームインスーパーの最後のコーナーで本番組の予告特集が組まれラストに総合司会ハトリ慎一のスッキリに向かってズームインのコールとキャスター陣のポーズを受けて直後にスタートした2007年1月29日オープニング映像 スタジオセットの変更やコーナーと進行表の見直しと一りニューアルが行われた。同時に音声もモノラールからステレオに変更された。2010年7月5日から地上アナログ放送ではレターボックス16、9の画面となり合わせてネームサイドスーパーの背景が変わった。2011年以降毎年3月3日は耳の日ということにちなんで 本番組含め当日の同局系の全国ネットの生番組のすべてでリアルタイム字幕放送が実施されているが2018年7月2日から毎週月曜日に限り実施されるようになった。あとに同年10月2日より火曜日にも2019年1月9日より水曜日にも4月4日より木曜日にも2020年1月10日より金曜日にも実施し、 前曜日で実施されている。開始当初は苦戦していたが、次第に視聴率を上げ、2007年から一時期富士テレビ、情報プレゼンター特ダネ、を上回り時間帯1位を獲得することもあった。2012年春まで、特ダネ、を下回り、民放2位となることが多かったが、特ダネ、の女性司会者が、中野美奈子から菊川玲に交代した2012年7月から、 本番組が民放1位となることが多くなる。そして、同年度上半期では、放送開始以来、初めて、徳田ね、お抜き去り、時間帯、民放1位を獲得した。さらに、同年度には、放送開始以来初めて年間での時間帯、民放1位を獲得した。翌2013年も時間帯民放年間1位となったは、テレビ朝日。 モーニングバード、モーニングショーや特ダネの後人を廃止、2以下となることが多くなる。2017年10月の開大直後は一時的に盛り返したものの、2018年4月以降は民放3位が定位置となっていた。2020年1月以降、最上昇傾向にあり、モーニングショーや特ダネを抜いて民放1位を記録することもある。 番組最高視聴率は2011年1月4日の第1部で12.9%。2020年度1部2部ともに年間歴代最高視聴率を更新した。微光、新型コロナウイルスによる編成変更のため、杉上佐智恵と森文による各州交代制に変更され、いずれも NNN ストレートニュースを兼務する。なお、火曜日の二週間に一度、 昼なんです情報ライブミヤネ屋のニュースコーナーは、軍事京子が大は、4ニュースライブを担当するため、杉上佐智恵が代役を務める。現在不定期松田、須藤の2名は主に水曜日。他は、曜日不定。川瀬直美、松田のり須藤理沙なお、吉弘正道、和田彩香過去美行現在過去他2012年2月29日と6月1日に、 放送したインターネットの出会い系サイトや芸能人になりすましたメールを送付する詐欺についての特集で被害者として紹介した二人が実際には被害者ではなくインターネット詐欺問題を取り扱っていた弁護士の奥野剛氏が依頼した知り合いだったということが判明した番組は同弁護士から被害者として紹介を受けた二人について 実際に被害を受けていたことの裏付けが十分ではありませんでした。視聴者の皆様にお詫び申し上げますとともに、今後こうしたことのないよう、再発防止に努めてまいります。とコメントした。後日、日本テレビ社長の大久保義雄は、弁護士から二人を紹介されたが、裏付けが足りないまま放送してしまった。再発防止に全力を挙げたいと説明した。この件について、 日本テレビは奥野への法的な対応も検討している。放送倫理番組向上機構は2013年9月13日にこの件に関して確認作業が不十分だっただったとして審議入りすることを決めた。b p o の放送倫理検証委員会は2014年2月14日の審議でこの件に関して放送倫理違反としない判断を固めた。委員長の川端和は 弁護士が嘘の被害者を紹介するとは全く想定されない状態で、それを疑えというのは厳しすぎ、番組制作が萎縮してしまう恐れがあると説明した。2021年3月12日に放送したスッキリスの週末おすすめフルールスの中でアイヌ民族の女性を紹介するドキュメンタリー番組を紹介したが、その後にお笑いタレントのノーミソットが、 作品に絡めた不適切なネタを披露。SNS にて批判の声が上がり、放送直後から日本テレビや放送倫理、番組向上機構への抗議が殺到した。日本テレビは放送当日の夕方に放送したニュースエブリーにて同番組キャスターの藤井孝彦が不適切な表現であったことを認め、アイヌの皆様、関係者の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、 今後、再発防止に努めてまいりますとのコメントを発表し、謝罪した。また、脳みそとも自身のツイッターにおいて、謝罪するとともに近日中に、前述のドキュメンタリー番組出演者と面会することを2021年3月14日に明らかにした。本番組でも、同月15日放送分の冒頭において、司会の三浦や加藤らが改めて謝罪し、 スッキリスの週末おすすめフールスを当面の間、休止にすることを発表した。日本テレビホールディングス会長の大久保義雄は、自身が兼任している日本民間放送連盟の定例会長会見において、謝罪するとともに、アイヌ民族の歴史や文化、伝統を理解し、広く伝える取り組みを進める、胸のコメントを2021年3月18日に、 発表。日本テレビ社長の小杉義信も同月22日の定例会見で公共性と多様性、基本的人権を尊重することが求められている。マスメディアにおいてこうしたことがあったことの責任を大変重く受け止めていると述べた上で謝罪した。日本政府も問題視しており、内閣官房長官の加藤勝信は千二十一年三月十五日午後に行われた 記者会見の中で今回の発言についてアイヌの人々を傷つける極めて不適切なものであり誠に遺憾だと述べ放送当日である同月12日に担当部署を通じて日本テレビに抗議したことを明らかにし同年6月10日に行われたアイヌ政策推進会議でも北海道白尾町にある民族共生象徴空間を活用したアイヌ民族の歴史 文化の理解を深めるための取り組み促進などのまとめた再発防止策を明らかにした。また、総務省も民放連と日本放送協会に対して差別や人権侵害に対する理解と配慮を求める再発防止要請を同年4月30日に行った。北海道アイヌ協会は日本テレビに対して 原因究明を求める申し入れを2021年3月13日に言ったことを発表。同月19日には、北海道知事の鈴木直道との共同メッセージを発表し、今回の発言を、尊厳を著しく傷つける、無別的な表現と批判し、アイヌの人たちが苦難を乗り越え歩んできた歴史や、親血を注ぎ受け継いできた、独自の文化に思いを寄せて、 正しい理解を深めてほしいとの声明を出した。なお、同年6月6日に札幌市内で行われた同協会の総会に日本テレビ社長の小杉が出席し改めて陳謝している。BPO はこの件に関して放送倫理違反の疑いがあるとして審議入りすることを決めたことを2021年4月9日に発表。放送倫理検証委員会は 同年7月21日に放送倫理違反があったとの意見書を発表した。日本テレビは2021年5月26日に全社員とスタッフ対象にアイヌ民族の歴史と文化をテーマとした社内研修を行うことを同月24日に発表した。翌6月にも人権問題全般をテーマとした研修も予定している。 2021年8月26日放送の本番組内にて検証結果を30分間放映し、コーナーに関わったスタッフ全員がアイヌ民族に関する知識が乏しかったことや、第三者的視点で内容をチェックする体制が皆無だったことなどが指摘された。また、同民族に関する歴史や、同化政策、北海道アイヌ協会副理事長へのインタビューも合わせて放送された。 司会の加藤は、北海道出身であるにもかかわらず、番組内で速やかに謝罪できなかったとして、改めて謝罪した。同月29日未明にも、同じ内容の特別番組、検証、すっきりアイヌ民族差別表現はなぜ放送されたのか、を放映するとともに、アイヌ民族が多く居住している北海道でも、本番組を同時ネットしている、札幌テレビが、同月30日未明に、 同番組を放映した。また、同年9月16日には、8月5日から8日に、かけて五輪公認プログラムとして行われた、アイヌ舞踊をはじめとするアイヌ文化派新パフォーマンスの模様を特集したことを皮切りに、アイヌ民族関連の特集を同番組内で、不定期に放送していくこととした。なお、日本テレビとアイヌ民族との関係では、 1994年元日に放送されたビート、たけしのお笑いウルトラクイズで、イオマンテの夜を歌いながら踊りを見せた行為について、アイヌ関係者からの強い抗議を受けたことがあった。デイリー新調によると、2021年7月28日に行われた東京オリンピックの卓球競技の中継で日本代表として出場していた伊藤美真に対して、 カメラのライトが照射され、伊藤が審判に対して、取材のカメラが眩しいと訴える事態となった。これについて、対戦相手が韓国の選手であったことなどからインターネット上では、韓国マスコミによる妨害工作であるとの憶測が流れたが、本番組の取材班であることが後に発覚。取材班は、騒動になったことを知った上で生還していた。 今日のテーマで取り上げられる話題によってはオープニングが流れず司会者の挨拶から始まることがある。月に一度のペースで入れ替わっている。2007年2月までは曲のみ流し、2007年3月からは月曜引く木曜に曲、金曜日にプロモーションビデオを放送。2008年10月からは全日を通じてプロモーションビデオを放送。ただし、 エンディングの時間が少ない場合は、プロモーションビデオの放映がないこともある。読売テレビは、なるとも、の前に2007年5月7日から2008年3月28日まで、もうすぐ、なるとも、を放送し、本番組は9時36分で飛び降りとしていた。なお、読売テレビでの飛び降りにおいては、すっきり、終わりといったテロップは表示されず、代わりに、 スッキリナビ終了後の9時36分に伝えられる CM だけに伝える項目の予告に関西地区除くと表示した。もうすぐ、なるともは2008年3月28日をもって終了し、同年3月31日放送分からは再び読売テレビも9時55分で終了となった。開始当初から2009年3月27日まで。 戦術にある一時期の読売テレビを除き、全ネット局揃って8時9時55分の放送だったが、日本テレビでのご座番組となっていたラジカルの終了に伴い、2009年3月30日から10時25分までの2部制の放送に移行した。2011年3月14日は、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震関連の 報道特別番組扱いで、日テレニュース24でもサイマル放送し、地上波で本番組が一切放送されない地域でも、全編視聴可能だった。なお月曜レギュラーである、勝谷正彦は本来であれば、出演予定であるはずが、この日は出演していなかった。またこの週は、通常時の飛び降りつぼねが、 臨時にフルネットを行ったり、全編非ネット局である山梨放送、北日本放送が、第2部の末尾30分を臨時にネットした。2011年4月1日から、長年テレビ朝日制作平日朝のワイドショー、スーパーモーニングをネットしてきた北日本放送と四国放送が、前日の3月31日をもって、テレビ朝日制作平日朝のワイドショーのネットを、打ち切り、 本番組のネットを開始した。2015年1月16日放送分の番組終盤で初回から MC を務めてきたテリー移動が3月をもって番組を卒業することを自ら発表した。同年3月30日よりテリーの後任として上江里氏が就任し、コメンテーターも4人体制となる。合わせて番組開始当初から使われてきた番組タイトルロゴが一新。 また、第2部で番組内コーナーアニメ、フナッシーのフナフナフナ日よりが放送開始。さらに、同年4月1日から長年テレビ朝日制作平日朝のワイドショーをネットしてきた高知放送が、前日の3月31日をもってテレビ朝日制作平日朝のワイドショーを打ち切り、本番組のネットをフルネットで開始した。 2016年3月28日より、上への公認として、近藤春菜が就任した。さらに、森圭介、岩本の青もサブ MC に昇格となり、MC は2人体制から4人体制へと変更され、タイトルロゴも3代目に変わった。2016年10月7日は、東京、銀座でのリオデジャネイロオリンピックパラリンピックのメダリストパレードを中継するため、 第2部のゴザパートとして10時25分11時30分にスッキリ、超拡大メダリストパレードたっぷり見せます SP を放送した。2017年8月9日の放送で岩本が9月29日で本番組を卒業することを発表した。同年10月2日より岩本の公認として三浦浅美が司会に就任することが発表された。これと同時に タイトルから、を外し、スッキリとなり、番組開始当初からロゴに表示されていた、フレッションアップもなくなった。2019年8月24日25日の24時間テレビ42、愛は地球を救うでは、駅伝形式で行うチャリティマラソンに本番組から、近藤と三浦がランナーとして選ばれた。また、スターターを加藤が、実況を森がそれぞれ担当。 年内の放送が終わった後の2020年12月29日早朝に、2021年春で、三浦あさみが番組を卒業し、マスタイチと徳島エリカの公認として、ZIP2 代目総合司会に移動すること、並びに、スッキリの公認として、岩田エリナが就任することが発表された。翌2021年1月4日、放送分のオープニングでも改めて発表されると、 共に、近藤春菜も同時に卒業することが発表された。近藤の後任は儲けず加藤、岩田と情報キャスターから昇格した森の三人体制となった。なお、岩田は就任に先立って2021年2月3日、放送分のニュースコーナーに出演し、終了後にスタジオの加藤とやり取りをしている。ネット局など、放送時間などスッキリに関するカテゴリー。 ありがとうございます。